ジルコニアアバットメントとは、歯科のデンタルインプラント治療に用いるジルコニア製のアバットメントのこと。日本国内では2005年に薬事法の認可がおり、臨床応用が始まっている。インプラントシステムの一部であり、健康保険が適用されない自由診療である。前バブは、歯がなくなると、唇側側より、歯槽骨の吸収が生じる。そのため、 デンタルインプラントを本来歯があった場所に植立しようとすると金属製のアバットメントが露出しやすく心理障害の原因となっていた。その対策として金属と同等の強度を有するとともに高い人生があり、かつ白色で心理性の高いジルコニアが症例により用いられるようになった。金属材料と比較し高い曲げ強さを示す一方で、 破壊人生地では極端に劣るため、他の合併症と比較し頻度は低いものの、アバットメントやアバットメントスクリューの破折が報告されている。チタン製のインプラント体に対して、アバットメントスクリューを介在して固定機能させた際、スクリューの緩み、インプラント体アバットメント間のギャップ増大などのケースが報告されている。また超硬質のジルコニアに対し軟質なチタンは摩耗を起こし、 そのまま猛のため外性も指摘されている。このまま猛の問題を完全に解消するには、純チタン、チタン合金から完全に脱却して、インプラントの系に関わるすべての系にジルコニアを使用することが推奨される。デンツプライ酸菌、セルコンアバットメント、医薬品医療機器総合機構、2010年3月10日へ覧。AB ピコニー、 C. マッコーロ、G. ジルコニアーズ、A. セラミック C.E.O. マッティエリエル。バイマッティエリエルズ20、1から25 Young,、e. son, e. owser, aring,、ユング、R.E.P.J. アーソン、B.E. グラウサー、R. ザワレング、N.P.A. システマティックリビウェイオブゴイヤーサバイバル&、コンルケーションリーズオブインプランツエポテッド、シングルクラウンズ、クラン、オーラルインプラントレス19、 119から130、ABC イガラシ・タカシ・ス関根秀氏、浅井住と、イガラシ・トシオ、吉田正夫、ジルコニアが、チタンに及ぼす、修道摩耗特性、日本高校外インプラント会雑誌、第22巻サプル、日本高校インプラント学会、東京都港区、2009年12月、18から24ページ、一春0914から6695、 ありがとうございます。